おはようございます。弁護士弁理士の井上拓と申します。今日からですね、労働法というところに入っていきたいと思います。労働法っていうのは本当にですね、もう皆さんに馴染み深いといいますか、まあ、社会に出てからですね、引退するまでの間ほとんどずっと関わる非常に重要な法律なんですけれども、とにかく広いんですね。まあ、いろんな法律があります。ですので、全部1時間2時間で説明するってことは土台無理なので、その中心にあると思われる労働基準法っていうところにフォーカスを当てて、まあ、それの全体像について、簡単になりますけれどもご説明できればいいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。最近はやはり何といっても新型コロナウイルスですね、まあ、これに対してどういうふうに向き合うかというところに関連してですね、様々な労務問題が発生しております。これについてはまず左側ですけれど、厚労省の Q&A というのをご覧になるのがいいと思います。厚労省の Q&A は労働者側、働く人の Q&A、 それから使用者側、雇用している人ですね、会社側の Q&A、 この2つそれぞれに分けて Q&A を作っておりますので、それぞれの皆さんの立場に応じたものをクリックして、それをダーッと読むとですね、かなりいろんなことが分かります。もちろんですね、パシッと答えが書いているわけじゃないんですけれども、あ、なるほど、こういう考え方なのかなというところをですね、まあ、ざっと見るだけでもかなりイメージが湧きますので、ぜひやられるといいと思います。それでもですね、疑問が解消しなかった場合には、様々な法律事務所がですね、Q&A を作ってですね、無償で提供してくれていますので、それをご覧になるのが良いと思います。それから、主にですね、労働者の皆さん向けですけれども、日本労働弁護団というのがありまして、これはもう労働法のエキスパートの先生方が作っているですね、まあ、屈強な団体なんですけれども、その中にですね、新型コロナウイルス労働問題という特集があって、まあ、こちらで、また Q&A というものがしっかり作られていますので、労働者の皆さんはこちらをご覧になると、これはこれでまた一つ非常に有益だと思いますので、どうぞご参考になさってください。この講義の全体像ですけれども、まあ、1から9までに分けてやってみました。まず最初はじめにということで、労働者って何ですかみたいな基本的な話をすると、で2番がですね、スタートですね、労働契約のスタート、人を雇う時のお話で、3番が賃金のルールですね、最低賃金がどうだとかいう話です。で4番が労働時間ですね、まあ、特に残業代の規制とかいうところのお話、それから5番がですね、母性保護、それから育児介護ですね、育休とか介護休、それから産休とかそういうお話です。で6番が安全快適な職場環境、まあ、これはハラスメントを防止するというようなところもここに入ってまいります。で7番が保険ですね、労災保険、雇用保険、そういったところで、8番で、労働関係の終了、まあ、解雇とかね、そういうところのお話です。で9番が、まあ、昨今また話題になっております、同一労働同一賃金ということで、まあ、多様な働き方があって、正社員の方と、まあ、その他の方というふうに、まあ、大きく2つ分かれるわけですけれども、まあ、同じような労働者なら同じ賃金にしましょうということで、まあ、合わせていこうっていう流れですね、まあ、これについて最後ご説明したいと思います。それでは1番ですね、はじめ2のところです。これは1から5まで分かれておりまして、最初はまず労働法って何ですかという話、それから労働法の中で、まあ、労働基準法とかの適用対象となる保護される労働者って誰だろうっていう話、それから3番で就業規則ですね、これよく聞くと思いますけど、これって何だっけっていう話、それから4番で、まあ、労働条件の変更、特に不利益変更ですね、賃金カットとか、まあ、そういった時のお話、それから5番で労働組合について、これらについてですね、まあ、ざっとですけれどもご説明していけたらなと思っております。では行きましょう。まず労働法ですね。労働法とは何ぞやですが、労働法というのは本当に広いんですね。まあ、知的財産法でいうと特許法とか著作権法とか、そういう一つ一つの法律全部束ねて知的財産法って言いますけど、それと同じで、まあ、労働に関するいろんな法律があるんですね。その法律を全部総称して労働法というふうに言っております。この右側のところですね。でこの労働法の中身はですね、まあ、いろんな区分の仕方があると思いますけど、大きく3つに区分すると分かりやすいかと思います。1つ目が雇用関係法ということで、まあ、一つ一つの労働者と会社との、労働契約に関する規律に関するものです。まず一番有名なのはやはり労働基準法ですね。労働条件の最低基準を定めると、その労働基準法を下回るような条件というものはたとえ個別に合意したとしても無効だよという、まあ、最低基準で、まあ、一番その労働者の皆さんを守っている法律になります。その中の賃金のところは最低賃金法で定めるというふうに、まあ、外出しされていますので、その労働基準法の、まあ、一部みたいなものとして最低賃金法があります。それから労働の安全衛生については労働安全衛生法で定めると、まあ、同じように外出ししているので、この労働安全衛生法もまあ労働基準法みたいなもんだということになります。それから労働契約法っていうのは、この労働契約ですね、会社と労働者の間の労働契約についてのこれまでの判例法理をまあ明文化したものですけれど、まあ、基本的なルールが定められております。
それから労災については労災保障保険法というのがあるよと、あと男女平等だよねというような話は男女雇用機会均等法と、それから育休介護休についてはそれに関する法律があると。で最後で、ね、パートタイム等労働法っていうのはもともとパートタイム労働法だったんですけど、有期雇用の人のやつもくっついちゃって、今はパートタイム有期雇用労働法というようなものに進化しているわけですけど、いわゆる正社員じゃない皆さんの労働環境を保護するための法律ということになっております。これらが雇用関係法というふうにグルーピングされているわけですね。それから2番目の類型は労使関係法といって、労組ですね、労働組合に関することを定める労働組合法、それから労使の対立が起きたときにそれを解決するための労働関係調整法と、その他ですね、対立を解決するというつながりでいうと労働審判法とか個別紛争解決促進法とか、なんかいろいろあるわけですね。こういうものがあるよと。それから3番労働市場法ですね、これは人材紹介ビジネスを規律する職業安定法があったり、あるいは労働派遣を規律する労働者派遣法があったり、あるいは失業手当とかそういうところを手当している雇用保険法とかそういうものがあります。それから障害者雇用促進法っていうのは、障害の持っている皆さんもですね、世の中で働いてもらえるようにするために、さまざまな手当をしているというものになりますし、高齢者雇用安定法っていうのは、ご高齢になった方が安心して働けるようにやっている法律ということになります。こういうふうにですね、いろんなものがあるんですけれども、それらをひっくるめて労働法というふうに総称しているということになります。それからですね、赤字のものですね、労働基準法、労働組合法、それから労働関係調整法、これらを総称して労働三法というふうに呼びます。さて2番ですね、労働者ですね、労働基準法とか労働契約法の保護を受ける労働者って誰なんですかっていうお話です。まず労働者の前にですね、労働とは何ぞやですけれども、労働契約っていうのは労働者が労務を提供すると、でその代わりにお金を払ってねということを合意したものですね。これを労働契約と言います。で、自由にね、そこは合意してもらえればいいんですけれども、一般論としてですね、やっぱり使用者の方が労働者より交渉力が強いわけですね。なぜならお金を持っているから、お金を払う側だからですね。そうすると労働者の健康や安全に配慮しないような内容が結ばれがちになります。自由に交渉してくださいっていうと、例えばですね、時給100円でですね、めちゃめちゃ働けみたいな話とか、24時間働けみたいな話を、使用者側が無理なんだよ言ってくる可能性があるわけですね。で労働者側がですね、交渉力が強ければ嫌ですって跳ねのけれるんですけど、やっぱお金持ってるの使用者ですから、そこはちょっと無理ですね、合意してしまうっていうことがあり得るわけですね。歴史上あったということで、契約自由の原則に委ねていると、やっぱ労働者側に非常に不利なことが横行するだろうということで、契約自由の原則を修正してですね、強行放棄として労働基準法というものを、国がぶち込んできているという形になります。すなわち労働基準法というのは労働条件の最低基準を定めていて、当事者がどんな合意をしようとも、この最低基準である労働基準法を下回るものは無効になるということで、条件のミニマムラインを下支えしているというものが労働基準法になります。で、ここの米印ですけれど、これはですね、今後もいろいろ出てくるんですけど、この労働契約の内容ですね、労働者と使用者の間の合意の内容っていうものは、この4つを見て決めます。労働基準法、労働協約、労使就業規則、それから個別の合意なんですけど、強さがあってこの順番に強いわけです。すなわち左側の方が強いので、それに反するものを右側のものは定めることができません。すなわち労働基準法っていうのは一番強いと、でこれに反するものは労働協約でも就業規則でも個別の合意でもできません。で、労働基準法の範囲内で労働協約、これは労使のですね、断交の結果を書面にしたものですけれど、これが作られると。でこの労働協約というものの中で、就業規則というものは存在すると。でこの就業規則を下回らない範囲で、個別にまた合意することができると、そういう立て付けになっております。でこのですね、労働基準法はですね、最低基準を定めていて労働者を保護しているわけですけれど、逆に言うとこの労働者っていうものに当たらなければ、この労働基準法っていうものの保護を受けることもできないわけですね。じゃあどんな人が労働者なのかっていうと、
労働者性の判断基準は、まあ、この青色のところなんですが、労務提供の形態が指揮監督下の労働であること、これが一番肝ですね。すなわち使用者が労働者に対して、まあ、ここで働いてください、あるいはこういうツールを使ってください、あるいはこういうものを仕上げてくださいっていうのを一個一個指示をしていると。この指揮命令の受けて、はい分かりましたということで自分の時間を使って労務を提供すると、もうそういう関係にあるものが労働者なんだということになります。一方、私ども弁護士はですね、お仕事するときはだいたい委任契約ということになりますけど、これはですね、まあいろいろ指示を受けるというよりかは自分でですね独立してやっていることになります。まあ、目標はですね設定しますけれども、いつ働くのか、どういうふうに戦略を練っていくのかとか、そういうところは任されているわけですね。まあ、そういうような人は労働者に当たらないということになります。で、契約の名称ではなく実態で判断というのは非常に重要で、皆さんと会社が結んでいる契約書の名前が業務委託契約とか請負契約とか委任契約とか準委任契約とかもいろいろありますけれど、その契約書の書面上の名前が何であったとしても、契約業務の実態としてこの指揮監督下の元の労働であるならば労働契約となります。そして皆さんは労働者となります。そうすると労働基準法の保護を受けることになります。なので労働者側としては契約書の書面に限らず労働者なのかなということを考えると、それから会社側から見てもですね、契約書の名前がどうあれ実態として労働者なのかどうかっていうのを見ておかないと、労働法違反になるという恐れがあるので気をつけようということになります。ちなみに労働者の判断というのは法律によって違ってまして、まあ、労働基準法とか労働契約法の基準というのはこんな感じなんですけれど、労働組合法における労働者というのはもう少し範囲が広かったりするので、労働者になるのか否かというのは、まあ各法律ごとに判断するということになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。何かの役に立ちましたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。それからツイッターもですね、@イノタクでやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。